どうもそこは、オクチャンネルだーん。今回なんですけども、521回ロト7解説動画やっていきたいと思います。で、はい、今回ですね、520回のロト7です。まあ、ちょっとね、キャリーオーバーは少なめで2億ちょっとみたいなところなんですけども、まあ人生ですね、2億円、まあ、生涯年収と言われておりますから、まあそれを一発当てることで、ある種生涯年収マックスまで来ると。で、じゃあ、あと残りの余生で、まあ、それをまた稼ぐと、だいたい4億ぐらい、稼げるんじゃないかというところで、まあ、通常よりも2倍、人生においてですね、生涯年収として入ってきたら、めっちゃでかいよね、というところの金額なのかなと思っております。そして前回ですね、まあ、ありがたいことにかなり当選いたしまして、まあ、1万ちょっと何かしですかね、なんですけども、今回それしっかり追加させていただきたいと思います。そして、今回ですね、まあ、エリア購入法、網強で、もちろん買うんですけども、追加分も、しっかり同じ買い方で、かましていきたいなというところでございまして、まあ、いろいろ試せる中ではあるんですけども、とはいえ、やはりですね、組み合わせを間違ってしまうと、そもそも当たらないよというところでございますので、しっかりね、今から僕、解説動画、行うんですけど、それ実際僕、ちゃんと使ってやっておりますので、まあ、皆様と条件としては一緒かなとは思っております。では、早速ですね、解説動画やっていきたいと思います。企画千金。はい、では参りましょう。最近の傾向ですね。まあ、ちょっとこれ、最近、前回とかね、やってないんですけど、ちょっと改めてやっとこうかなと思ったので、こちらの表を出しております。はい、で、511回からと言いたいんですが、511回は大阪抽選だったので、512回から520回の9回分ですね、まとめさせていただいております。で、あれ回というものが、まあ、9回中で見たら4回起きているよということでございますので、まあ、大体、まあ、半分近く起きているなというふうなイメージは思っておいても間違いないのかなと思っております。そして、あれ回の定義は、こちらに関しましては、同じ桁の数字が4つ来た場合ですね。もう、これは手はつけれないぞというところで、まあ、あれ回認定しております。はい。で、今、現状なんですが、1の桁が、来たことはありません。10の桁4つ以上は2回。20の桁4つ以上が2回。30が4つの、4つ以上が0回ということで、現状10か20。この2つが結構来ているんだよというのが、まあまあ、この表、現在の流れとしてはわかるので、まあ、1の桁ね、なんか来にくいのかわからないんですけども、まあ30もそうですよね。ある種、ケツによる番号と先頭の番号ではちょっともちろん荒れにくいっていうのは、まあ、それはわからんちゃことはないんですけども、まあ、それ来てないんで、まあ、例えば荒れ替え設定としてちょっと数字組んどくっていうんだったら、10か20、ここにした方がいいんじゃないというような感じでございます。で、ただですね、今ちょっと最近、518回あたりから、まあ、ちょっと傾向として出てるのは、4つはないんだが3つというやつですね。だから結構30番台が3つ、1の桁が3つ、そして、前回すごかったですね、20番台3つの30番台3つということで、3つの組み合わせが2つ来るというのも、これもある種のあれ替えだねと。いうところではあるんですけども、ちょっと流れ若干変わってきてるから、荒れ方っていうのもちょっと意識して変えていかないといけない。だから、まあ4つっていうパターンもあるし、3つが2つっていうパターンもあるので、ちょっと気をつけていった方がいいかなというふうには思っております。はい、行きましょう。前回最後の解説ですね、させていただきたいと思います。それがこちらでございます。はい、で、毎回使っておりますが、この表はまず縦に見てくださいねと。そして僕、一番若い番号が出てくるとこ1列目。次が2列目。という形で、まあ1列、2列、3列、7列みたいな感じで、何列ですよっていう話をしております。で、この表を見ていただければ分かりやすいんですけども、まあまだね、ロト6に比べて7はまだ短い。そう、その中で非常にね、やっぱりそれでも出てないところって結構あるわけなんですよね。520回ぐらいやっていても出てないところがあるんだよとか、まあしっかり分かりやすくなってるので、まあそれはまあこのスクリーンショットをしていただくなり、まあしっかり学んでいただきたいところですね。だからまあ、一番最初、1列目に配備しちゃダメな番号、21番。ね、以下から全部、はい、やめた方がいいと。10年やってて出てない。そういうことです。出ません。なので、まあ一番、数字として高い本選ぶとすれば、まあ、ギリ19じゃない。じゃあ20じゃダメなの。20は10年間やってて1回しか出てないから、10年に1回の数字ってもうほぼ幻ですよ。
幻の数字を追うっていうのもちょっとしんどいので、まあ、ちゃんと列ごとに、いわゆる出るところ出ないところっていう、まあ、いわゆるお作法ですね。こういうのが存在するということだけしっかり理解していただきたいなと思っております。そしてこの表をですね、で、各列ごとで、一番よく出てるトップ5、算出しております。それがこちらでございます。はい、こちらに関しましてが、まあ、これは横に見ていただきたいんですけども、まあ、各列ごとのよく出てるトップ5を、しっかり表に、したいよというところでございまして、色ついているところが前回の当選番号でございます。はい。で、だから見ていると、まあ、少なからず各列にだいたい1個ずつぐらいは、色付きのものが出てたりするので、まあ、こっから1個ずつどっかかしら選べば、まあ、選べばいいかな、みたいな。なんとも言えないけど、っていうところではあるんですけども、まあ、確実によく出る番号の中に、必ず1位が全部出ました、2位が全部出ましたっていう話ではありませんが、出やすい番号、出にくい番号というのはもちろんありますし、ただ、傾向としてよく出てる番号が、やはり出てるよねっていうのが、まあ、ロト7なのかなと思っております。そして、ここからですね、読み取れるものというのは出現の方、ベーシックさですね。どんな問題というのか、それがこちらでございます。はい、1、1、10、10、20、30、30、これが、ロト7においてのベーシックなんですよ。今まああれ替えでね、4つのもの、1つの桁が4つ出るみたいなこともありますけども、基本ベースこれをちゃんと頭にインプットしておいて、で、さらにさっき僕お話しした、あ、そっか、どっかが4つなんだってなったら、じゃあ例えば30を4つにするの、10を4つにするの、はたまた20を4つにするの、みたいな形で、まあ、あと最新の流れなんかも見ながらやっていけば、まあ、いいんじゃないというふうには思っております。はい。で、さらにちょっと表を戻させていただいて、ここの表、ここからですね、削除しにくい番号があるんだよということで、それがこちらでございます。はい、この10個の番号、これが非常に削除しにくいでございます。で、それはなぜか、こちら。表を見ていただくとわかりやすいんですけども、明らかに、1列目に出てるものだけども、2列目にも出てるよっていう番号があるわけなんですよ。例えば5ですね。これ2列目にも出てるし、1列目も出てる。そして6ですね。6なんかは1列目の5位なんですけども、2列目だったら1位だよというところでございますので、まあこういうのを、まあ、どっちかに出るかもしれないよねというふうに考えると、ちょっと削除としては選びにくいかなと思ってます。で、僕考え方は、とにかく37個の分母を少なくした方がいいよと。つまり、37個の中から7つ見つけるよりも30個の方が7つ見つけやすいし、なんだったら20個の中から7つ見つける方が見つけやすいよと思っておりますので、削除数字というのを非常に重要視しております。ただ、削除数字を探すにあたってもちろん削除しにくい番号なんていうのもね、存在しておりますので、そこを、まあ、気をつけるためには、じゃあやはり削除しにくい番号なんかも注目はしていった方がいいのかなとは思っております。はい。では次ですね。出現エリア見ていきたいんですが、それがこちらでございます。はい。こちら出現エリア。まあ、わかりやすい。非常にわかりやすい。で、赤色のところが、いわゆる選んじゃダメだよってとこで、白色の中から選んでくださいねという風な表になっているんですけども、黄色の色ついているものが前回の当選番号でございますので、わかりやすくこの中から確実に出たねというのがまあわかるかなと。で、下に文字起こししているところを見ていただくと、要は何個の幅からその列って出てるのって考えると、太いところが難しいし、狭いところが簡単だよ。じゃあ7列目が簡単で、4列、5列が今現状としては難しいということでございます。まあ、4列、5列、なんだか3列目も、まあそらそうかなとは思うんですよね。中数字なので、結構まあ割かし上下が広いわけじゃないですか。だからまあ、あり得るよねというところで、まあ、わかりやすいんですが、まあ、それで言うと、じゃあ、一番前か後ろが簡単になってくるよねっていうところで見ると、今現状としましては、1列目よりも7列目の方が簡単だというところでございます。では、こちら、また表を戻させていただいて、ここにある番号だけで選んだ場合どうなるんですかということです。ございますので、それがこちらでございます。はい、33個の番号がピックアップされておりまして、ここに入ってないのが4つでございます。19、20、25、33、これが出てないと。まあもちろんね、これ出ない数字っていう話ではなく、トップ5には入ってないというところなので、まあ要は常連数字じゃないよというところですね。この4つが。
で、僕さっき言った削除数字の発想があるので、じゃあここの中に入ってないこの4つの番号ね、これぐらいは削除してもいけるんじゃない ?37 個の中から4つだけ、たった4つだけですよ。これ削除しても別に大丈夫なんじゃないかというふうに、まあ考えることもできますので、まあ、要は出る番号を探すのももちろん大切なことなんですが、その前にまず分母減らすっていう作業をしてもいいやんということで僕は思ってるので、どちらかというと僕としては最優先は出ない番号をどこの指標からどういう算出してくるかっていうのがまあ非常に重要なので、この4つ個人的にはおすすめでございます。はい、続きましてですね、出現が少ないトップ5、つまりアンダー5ですね、ここのお話していきたいんですが、それがこちらでございます。はい、で、ここを見ていただくと、ここでも色変わってるとこありますよね。で、例えば、2列目22で、3列目25、これ赤色ついておりますので、つまり前回の2列目、3列目というのは非常に難しかったということなんですね。あれ会以前に、あれ会だから難しいんじゃなくて、あれ会だったとしても、出にくい番号が出てなかったら、それはただのあれ会です。で、ここの、表で色が点灯している場合は、もう確実に、難しかったと考えるしかないと。10年間やっていて、ね、今回22か3回だからその前で出てなかった時はどうだったのって考えたら、2回しか出てないんです。2回しか出てないのに、ここに点灯しているということはどういうことですかという風になると、つまり、めっちゃ出ない番号出たやん。ご無沙汰しておりますと。いう感じだったんですね。それがまだ25も一緒ですよね。ご無沙汰しておりますというところでございますから、まあ非常に難しいパターンだったと。ただでもここから選びますかって言われたら正直ほとんど選ぶことないと思うので、だからまあ人工的に考えるとちょっと厳しかったよね、難しかったよね、そして3つ3つ来たよね、しんどいよね、だよねっていうところなんですよね。で、まあとはいえここ、要は出にくいところだし、何年かに1回とか、もう頻繁に出るもんじゃないというところで、先ほどの出現エリアに組み込んでいくとこちらになります。で、かなり狭くはなっております。で、実際問題、黄色色のところで見たら、まあ、3色ですね、やられてるなというところでございますので、まあ、ここで信じ切って言ってしまってたら前回ちょっとしんどかったと。ただでも、その前までは結構激アツだったので、ちょっとまた流れ変わってきたなというふうに見てもいいと思ってます。なので、まぁちょっと、流れ、気をつけてほしいので、この後に最新回のトレンドのお話ししていきたいと思います。はい、行きましょう。トレンド数字直近10回分の出現ランキングでございます。それがこちらでございます。はい、これが現段階直近10回の超最新の動きということでございます。はい。まぁ、じゃあ、これから何かわかるかって別に特にわからないんですけど、でも、普遍的に変わらないねっていうのは、10回中10回同じ番号その列で出るっていうのはない。これはもう普遍的です。間違いないです。ずっと一緒です。変わらないですね。で、まあここを、じゃあ、どの数字が何回出てんのみたいなことをちょっと調べていきたいんですが、それがこちら。はい、これが一応わかりやすく表に変えたものなんですけども、で、ここで毎回言っております。ここも同じく色変わってるとこあるよねと。で、結構、まあ、あれ会とかだったら、ちょっとこう、どっかの層だけ分厚くなって、どっかの層だけ点灯少ないってなるんですけど、まあ、ここも結構列としては、まあ、1個ないよりも2個、3個ぐらい出たりも結構してるじゃないですか。4列目、5列目、6列目なんかもそうなんですけども、まあ、で、あるから、例えばこの表を使って番号を選ぶときに、とにかく1個ずつ選んで抜いていくというよりも、1列ごとで見ていくと、例えば2個ぐらいパックで抜く、2個ぐらいパックで抜く、で、抜かない列も作って、また違う列で抜く、みたいな感じで、使っていくと、結構当たってるんですよ。僕実際、それで前回当ててます。まあ、それをさらにちょっとシャッフルした、みたいなところあるんですけど、まあ、そういうところで、まあ、当たってるので、要は指標の見方ですね。今の流れの、方が僕はまあ、今、としてはいいんじゃないと思っているので、まあ、もちろん前回細分のデータも結構使う時も多いんですが、まあ、今としては多分ここなのかなというふうに、思ってはおります。
はい。で、もちろんこの中でですね、何回出てるのっていうのがまあ分かりましたと。じゃあ、それで僕言ってるのが、5回はほぼない。4回も稀だ。3回がマックスだというところでございますので、じゃあ3回出現してるもの、これも削除対象として見ることできるんじゃないですかということで、1、10、16、22、37。この4つ、あ、ごめんなさい、5つですね。抜くことできるんじゃないっていう話にもちょっとなってくるので、まあ、ここはちょっと全部別に使わなくてもいいんですけど、例えばじゃあ37もう出ないっしょみたいな感じでボンって抜いちゃうみたいな、ことはまあまああってもいいかなと思っております。そしてじゃあトレンドの出現の方、ここも見ていこうでということでこちらでございます。はい、1、1、10、10、20、20、30ですね。はい、1個でございます。ここ結構2個とか来たらなんか、うん、あれかいか難しいの来るんでしょみたいな、あの、持論的にね、あるんですけど、まあ、ちょっとじゃあ今、穏やかになりつつあるのかなというところでございます。では、ここ前回細分とトレンドの出現の型の比較ですね。見ていくとこちら。はい。まあ、共通点の方が多いですね。もう正直。6列目以外はもうほとんど全部一緒でございますから、まあ、前回細分の流れの中でも今はちょっと20番台を2つ配備するか、それともやはり30番台を2つ配備するかっていうところが、ちょっと今の流れなんですよね。比較していくと、基本は分かったと。じゃあ、応用は今どうしたらいいの？じゃあ、それは20番台が肝になってくる。もしくは30番台が、まあ、やはりノーマルになる。どちらかなのかなという感じでございます。はい。では、出現エリアですね、見ていきたいんです。それがこちらでございます。はい。まあ、トレンドの出現エリアは、ね、正直これ僕あんまり使いにくいなと思っていて、まあ、10回だからこうなるのは仕方がないんですけど、ただこれ非常に面白いのが、このエリア表ちょっと見にくいかもわかんないですけど、ちょっとでかくしておきます。白から選びなさいっていう話なんで、1、3、5、7、9、奇数しか出てないんですよね、最近ね。傾向としては。一列目の奇数はじゃあ硬いなっていうのはまあまあ、ここでもちょっと裏取りできるんじゃないというような感じかなと。そしてまあ難しいところと簡単なところで見ると、5列目が今現状難しい、ごめんなさい、2列目ですね、が一番難しくて、1列目が簡単だということでございますので、まあこれ考え方によっては21口買って2列目全部抑えるみたいなね、やり方やってもまあ面白いかなと思うんですけど、まあもちろんこれあの組み合わせなんでね、一個だけ押さえて確実にどっか丸ついても、その丸ついたものと、その、一列目、三列目の番号も一致してないと結局一緒だから、まあちょっと難しいな、みたいなところはありますよね。まあある種掛け算して、その分買えば、なんとかなるっちゃなるんですけど、結構いや数増えますよ、というところになるんで、まあそこはそこでちょっと気をつけていただきたいなとは思っております。はい。では、こちらの表を戻させていただいて、トレンドのこちらの表だけで番号を選ぶとどうですか？こちらでございます。31個でございます。ここにないのが6個でございます。6個、この12、19、23、33、35、この6個が今、あんまり出ないよねーっていう番号ですね。だからまあ、ここはここで使いやすいんじゃないとは思っているんですけども。で、同じくですね、ここ、削除しにくい番号というのがこちらでございます。5、7、15、17、22、25、34ということで、まあ、トレンド版の削除しにくい番号でございますね。だからまあ、ここと前回細分を比較して、それと共通点であるものは、まあ、もうちょっと削除対象としてはちょっとやめた方がいいかもしれないみたいな考え方もできるという考え方でございます。まあ、どこ選ぶかはね、まあ最初皆様次第ではあるんですけども、まあそれはその極端な話、僕も同じルールでやってますから、まあ、あとは、その時々の流れを見て、今はトレンドだなというふうに選ぶのか、それとも、いや、前回だったっていうふうに選ぶのか、まあそこ次第ですよね。そこで変わるなというところですね。はい、では行きましょう。変化法での出現予想でございます。前回の統制番号の、まあ、両隣、桁替えという番号でございますが、それがこちらでございます。これも、毎回出すんですけど、いや、めっちゃ多いよねってなるので、まあ、もちろん重複分省くとこちらでございます。はい、今回30個。そして出てないところは7個ということで、変化法は、まあ、ちょっとその、理論ではわからないですね。まあ、隣か、桁替えか、みたいな形なので、まあ、それ言い出したら結構出てくるよね。しかも前回の番号もあるんだろう。じゃあ30個あるよね。7個しか削除できないよね。っていう風にはなるんですけど、当たるとき結構当たったりしていて、で、意外とおもろいのが、この削除番号ですね。ここ結構全部合ってるぜ、みたいなときあったりするんですよ。だから、どこかいつまむかですよね。そう、そこですね。
そこが非常に重要でございます。では、削除数字重要事項のところではございますが、各指標データから導き出したものですね、それがこちらでございます。はい、まずトップ5、そしてトレンド変化法、そしてトレンドの3回以上の出現のものということで、4項目ありますね。で、一応まあこれ全部見ていくと4個6個7個4個という形でございますから、まあ足してきゃかなりの数にはなるというところで、まあ全部使うというか、まあ被ってるものもあるので、まあ結局まあ最終トータルこれぐらいみたいな感じになるのかもしれないんですけど、まあ全部使うっていうこう思いっきりの良さっていうのは非常にまあ僕は重要視しております。そして、さらに今、これをさらにもうちょっと絞り込みたいんだということでございました。やはりこのこちらですね、奇数偶数割合ですね。で、先ほど僕言いましたね、トレンドの時に最近1列目は奇数しか出てないんですよというところでございますから、やはり1列目の奇数は、信用するとすれば、例えば、3と、ごめんなさい、2とかね、4、6、8なんかは、もうあったもどけどけというふうにどけてもいいかなという感じですね。で、7列目に関しましては、前回成分では奇数なんですが、トレンドとしては今現在偶数の方が強いので、ここは、ちょっと何とも言えないので、とりあえずまあ確実に僕取るとこ取った方がいいよというところでございますが、まあ、1の桁。カットするんだったら偶数カットは戦術的に強いんじゃないというところでございます。はい、では、超敵君の予想ですね、こちらでございます。はい、まあどうなんですかね、ちょっと今回あえて僕こここの台本に書いてないんですよ。もう当日やろうと思ってパパパパパパって押す前なんですけど、どんな数字出てるんだろうねっていうところではありますが、まあこれをね毎回変えるというのもちょっと渋いなとも思いつつなんですけど、まあ2回か3回ぐらい同じの使い回してみるっていうのもまあ一つ手なのかなというふうには最近思っております。はい、では最後ですね、簡単に、私の購入法エリア購入法網の買い方なんですけども、こちらでございます。まず基本ベース1から37の全ての数字を買います。そして10個の削除数字を定めます。で、10個と27個のグループに分けます。で、本命数字ゾーンと、削除数字ゾーン両方ちゃんと全部買います。で、買い方としてはこの色がね、どんどん階段みたいになってるような感じで、買っていくわけなんですけども、とにかくこの買い方をすることによって、12口ですね、3600円かかっちゃうよねというところでございますが、ただこの買い方をするいいところというのは、すべての数字を2回使用可能になるということでございますので、まあよくねありますよね、なんかこの予想とこの予想と2つ立てたんですけど、上の予想では3つ合っていて、下の予想では4つ合ってて、これが混ざってたらいや1等だったんですけどみたいな話って結構あったりするんですね。だからまあそれも僕よく視聴者さんからも聞いてるし、実体験としてもまあこう見たらそうだねっていう風にあるので、まあそれはこういう買い方でちょっとカバーしていくっていうのもまあ一つ戦い方かなという風に思った作りの購入法でございます。はい、じゃあ今回ですね、520回のですね、解説動画なんですけども、まあね今回ちょっとかなりボリュームアップさせていただいてるので、ちょっとその買うのもちょっと気を使うというか、ちょっとなんか増えた分、なんか生地当たっても嬉しくないわけじゃないですか。今までだから4等までは来ているので、3等ぐらいまで当たったら、まあスコーンとすごく気持ち良いねっていう風にはなるかなとは思ってるんですけど、まあもちろんね、そんなに甘くないのも分かってますし、あとはまあ自分を信じる部分と信じない部分と、上手にこう組み替えていくというところなのかなとは思っております。そしてちょっとごめんなさい、正確な口数今把握できてないのでテロップで出してると思いますけども、前回の当選金をそのまま、丸々使います。でちょっとなんか歯切れ悪かったらちょっと足すか、まあ、ちょっと口数として抑えるかどちらかになって、まあそれ多分答えはテロップに書いてると思うんですけども、まあしっかりね、せっかくのチャンスなので、まあ楽しみながら大胆なこともちょっとやっていきたいなと思っております。では皆様、当選結果でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。